どうも、外レシピの千秋です。チャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。さあ、本日のゲストはケンジパーマキャンプのパーマさんでございます。わー、どうもパーマでございます。よろしくお願いします。頑張ります。今日は顔出し NG ということでこのような形でお届けをさせていただきたいと思います。さあ、今日はですね、なぜこうパーマさんに、取材に来させていただいたかと言いますと、はい、今実はね、幕開けで超話題なんですよね。見つけちゃったんですけど、ナイフ。あ、ありがとうございます。これが今まだ5月の24日までクラウドファンディング挑戦してます。そうですよね、はい、で今あの取材に来させていただいているのが5月の上旬なんですが、はい、この時点でもうすでに1700万近く集まっているということで、ちょっと大注目の YouTuber さんということで、はい、そのパーマさんのキャンプスタイルとかキャンプギアなんかをね、はい、皆さんにもご紹介したいなと思ってやってまいりました、はいはい、これどんなナイフなんでしょうか。ありがとうございます。こちらですね、オリジナルのブッシュクラフトナイフを作りまして、まあ、ザ・ギアというブランドで、タフ&ワイルドという名前のナイフです。と岐阜県の関市っていう刃物の町で、うん、と職人さんたちと1年間かけてこだわり抜いて作り上げた1本です。これ1本でと巻き割りからフェザースティックとメタルマッチ着火とか、調理までですね、全部これ1本あればキャンプ完結するよっていうコンセプトで、作らせていただいて、とハンドルはですね、このネジを外すと着脱可能になってるんで、うん、好きなあのパラコードを巻いたりとか、自分でハンドルを作って握りやすいものを作っていただいて、カスタムまで楽しめるっていうですね、あの実用性とロマンあふれる一本になってますっていう宣伝です。ありがとうございます。いや、すごいですね、はい、これ後編のキャンプ飯でもね、ちょっと登場していただこうかなと思うので、はい、後で紹介しますんで見てください。よろしくお願いします、はい、お願いします。あの外レシピの視聴者の方でまだあのパーマさんのことご存じない方もいらっしゃると思うので、ちょっと簡単にどんな方なのかっていうのをちょっとね、はい、聞きながら、あとこの後ろに映ってる物体どう考えても気になってると思うので、これちょっと動画の後編であの中の方をね、あの取材させていただきたいと思いますので、はい、最後まで見ていただけたらと思います。はい、ということで、パーマさんは、はい、キャンプ始めたのは、はい、きっかけは何だったんでしょうか。当時東京に住んでいて、ちょっとまあ仕事が忙しくて、はい、自然がもともと好きで、はい、ソロキャンプって言葉がちょっと流行りだした頃で、はい、6年前ぐらいなんですけど、それであの始めました。お、はい、東京では何をされてたんですか。あのずっとライターの仕事を、はい、フリーでやってます。ライターなんですね。はい、今でもちょっとだけやってます。はい、YouTube 始めたのはきっかけは何だったんですか。もともとずっとバックパッカーもやっていて、カバン1個で世界中いろいろ行ったりとかしてたんですけども、はい、でライターの仕事を始めたのは、はい、パソコン1個あればどこでも仕事できるなっていうところだったんですが、まあ、コロナで仕事がなくなりまして、うん、生活ができないってなりまして、このキャンプが好きだったので、YouTube で自分のことを発信してお仕事にしてみたいなと思って、頑張りました。普段の動画はあれですよね、はい、あのブッシュクラフト系というかソロキャンプ動画。あ、そうですね、はい、ソロキャンプが好きなのでソロキャンプの動画を発信してます。この先はなんかやっていきたいことは、はい、どんなことなんですか。あ、でももう本当にもともと自由気ままに生きてる感じなので、あのその時に楽しいなと思ったことをやればいいなと思ってます。はい、すごい軽いめっちゃ軽いでも本当そうです。それがね、はい、本音ってことですか。あ、そうです、はい、本当そうです。いいですね、はい、いや素晴らしい。そんな素敵なパーマさんの、はい、キャンプスタイルを今日はね見てみたいなと思いますので、一番気になるこれからですね、ちょっとご紹介し て,、はい、していただきたいなと思っております。はい、軽トラックの上に自作の小屋を乗せた、はい、自作キャンピングカーみたいなものなんですけども、旅をしながらこう暮らしたいみたいなのがもともとバックパッカーからあって、それで日本でどうしようかなと思った時に、車中泊とかしながらキャンプしながら暮らしたら最高だなと思って、ちょっと素人なんですけども DIY で作りました。 DIY で、はい、うわ、車種は何なんですか。あ、これはですね、はい、日産のクリッパートラックですよね。はい、はい、クリッパートラックを選んだ理由があるんですか。あ、ただ安かったからです。ちなみにおいくらだった。30万円でした。30万円、中古で。中古で30万円です。安い、はい、この外観でこういうデザインにしようっていうのをこう、はい、なぜこうしたんでしょうか。あ、普通にこの木の真四角でも良かったんですけども、はい、ちょっと個性出したいなっていうので、はい、ちょっとだけこうあの屋根がこう張り出てたりとか、あとあの軽量化をしなきゃいけなくて、ここってあの荷台の上で350キロまでしかできないので、はい、全部木にすると重くなっちゃうんですよね、はい、なのでこのトタンなんですけども、黒いトタンを張って半分張ってみたりとか、はい、そういうことをしています。この素人だけどできた理由っていうのは、自作軽トラキャンピングカーの作り方みたいな本とか電子書籍とかあるんですけども、はい、とか YouTube でそれこそ作ってらっしゃる方がいるんで、はい、先人の方の知恵を借りて独学で
やりました、はい、参考にした YouTuber さんは物置人さんって方がいらっしゃるんですけども、はい、すごいおしゃれな Vlog 撮ったりとか、はい、キャンプ、キャンピングカー作ったりする方いるんですけども、その物置人さんの動画はすごい参考にしました。あ、そうなんですね、はい、気になってる皆さん概要欄貼っておきますので見ていただけたらと思います。ポイントなんですが、ポイント、はいはい、やっぱりキャンパーなのでキャンプ仕様にしたいなと思っていて、はい、その下を見てもらうと分かるんですけど、こう高床式になってるんですよね。でここにですね、こういったあのお水入れタンクとか、こういったタープとかテントとか汚れ物ですね、はい、っていうのを煽りの下に入れています。ゴミとかも持って帰れるようにここに入れるようになってます。で横の煽りをですね、こう開くとここに、これ衣装ケースなんですけれども、こんな感じで薪とかを入れたり、フィールド系の道具を入れて、収納できるようにしてるっていうのがまず一つのポイントですね。あとはですね、実はソーラーパネルで太陽光発電もしていて、この上の部分ですね、これで発電して電気を貯めて冷蔵庫を動かしたりとか、パソコンを日充電したりとかして YouTube の中で編集したりとか、旅をしながらその仕事ができる仕様にしてます。なるほど、はい、中はですね跳ね上げ式になっていて、ここを引っ張るとポコッと開く感じなんです、はい、でアナログなんですが普通に角材でこんな感じで止めて、これで中に入るようになってます。中はすごくシンプルで、もう特に何も作っていなくて、箱状態でこういった車載の冷蔵庫だったりとかテーブルとかっていうのを置いて、で運転席の上の部分ですね、ここに寝袋とかマットとか、はい、それ寝具とあと着替えですね、っていう入れ物を入れる箱っていうのを置いてます。窓がですね結構多くて、まあ、表面のものは後方確認用ですね。横のこちらの窓はこれも跳ね上げ式になっていて、景色を見ながらゆっくりできるようにしてます。天窓もあるんですけども、ここから光を取れるので、いつでも明るいですし、冬はめちゃくちゃ暖かいですね、うん、夜寝るときなんかは、星空を見ながら、寝たりすることもできるので気に入ってます。いいですね、はい、今話にあったこう暑さ寒さはどうなんでしょうか、はいはい、真夏は暑いので基本的には車中泊しないんですけども、はい、と冬だったりとかっていうのは 3.5 センチか4センチぐらいの断熱されているので、冬はもうすごく暖かいです。自分の体温とかですぐ温まるぐらいなんで、うん、ハンモックがかかってるのは、はい、あ、そうですね、これまさにこだわりポイントで、はい、ハンモックが大好きで、これバックパック時代に、はい、タイのリペ島っていう離島で商店で買ったやつなんですけど、こんな感じでですね吊るして、そう例えば海辺とかに泊めて海眺めながらこうゆらゆらするみたいなのが好きで、ハンモックをちゃんとかけられるように、はい、しっかり結構この骨組み作ってます。寝るときはもちろん下なんですけど、まあ、お昼寝したりとか、はい、お昼寝、はい、ゆっくりしたいときにやっぱハンモックでゆらゆらしたいなっていうのがあって、ハンモックつけてます。すごい。壁とかも本当に板張りっぱなしなので、はい、こういったところもこれから時間があるときとかに、はい、作り上げていって、はい、最終形はなんかどういう状態にしたい？いやー、はい、とりあえず今は網戸がないんで網戸作りたいですね。蚊が入ってきちゃうんですよ。確かに、はい、パワさんありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。あ、素晴らしい車。いやいやいや、ちなみにこの状態になるまでどれぐらいの期間かかったんですか？ですね、大体延べですけども、はい、3、4ヶ月ぐらい。あ、はい、休んだりしながらでも、はい、なんか早いんじゃないですか？あ、本当ですか、はい、はい、なんかそれだけのすごいクオリティーから。あ、いえいえ、いやでもこの先ね、またさらに成長するの楽しみですね、はい、そうですね、網戸ができて、はい、網戸もできて、まずは一番大事です、はい、ということで今日このね、車が止めてある場所っていうのが実はパーマさんが普段キャンプをされている、山、はい、お借りされている山にお邪魔しております、はい、山の方も、はい、ぜひ皆さんにご紹介できたと思います。はい、あ、いいですね、これ奥行きがある感じ。奥行きが、はい、うんうんうん、お気に入りのポイントが、はい、こっち側にですね海が目の前に広がっているので、まあ、ここにですねチェアを置いて焚き火をしながら風景見たりとか夜景も見えるので、はいはい、ちなみにこの山は、はい、いつから借りられてるんですか？ですね、確か2、3年前ぐらいから借りてます。結構前ですね、はい、なぜこの場所を選んだんでしょうか？あ、そうですね、もともとやっぱり
プライベートなキャンプができるキャンプ場が欲しいなというか、自分のキャンプ場欲しいなと思っていて、友達になんか山の土地持ってる人いないみたいなことを聞いたら、まあ、スナックやってる友達がお客さんでそういう人いるよっていうふうに紹介してもらって、その人と仲良くなってですね、この土地を借りることになって。なったという感じですね。もともとキャンプとかする方じゃなかったんですけども、僕とこうキャンプしたりとかしてるうちにキャンプにハマって、一緒に今ではキャンプする感じの仲良しです、うん、はい、すごいずっと気になってたんですけど、はい、このワンコ、あ、このワンコですか。あ、このワンコはですね、僕のチャンネルのマスコットキャラクターなんですけども、はい、僕ケンジパーマキャンプってパーマで天然パーマなんですけども、それをイメージしたパーマの犬っていうもので、ワンコパーマと言います。今日顔隠れていると思うんですが、はい、視聴者の皆さん、本当にパーマさん、パーマです。このワンコだよっていうメッセージはどういう意図で？いや、全くないです、何もまんま、まんまです。こんな素敵な、はい、パーマさんの山でございますが、はい、ちょっとぜひせっかくなので、はい、ここでキャンプ飯だったり、はい、あとプライベートなキャンプギア、はい、動画で紹介しているものもあると思うんですが、はい、それは次の動画でご紹介していきたいと思いますので、はい、ぜひそちらも見ていただけたらと思います。はい、はい、ということで本日の動画は以上でございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。